今日も始まりました、ともこチャンネルです。今日なんかちょっといつもと始まり方が違うじゃないですか、はい、今日はですね、はい、味噌を作りたいと思うんですけど、はい、私の手がこのような状況なのでですね、作れなくなっちゃいまして、ということで今日は高文さんに味噌を作ってもらいたいと思います。はい、はい、いいですか。はい、はい、で、うん、マイクこっちだからね、私の方が声でかいんだよ。大丈夫だか。まあそう、うん、はい、それでですね、うん、はい、はい、はい、これでですね、あ、もう届いた、昨日届いたんですけど、はい、今日までちょっと涼しい場所に置いといて、うん、はい、鈴木浩二店さんから届いたんです。昨日だからこれできたのが13日生産ですという工事が、うん、はい、こちら届きました。そして生麹1日涼しい場所に置いておきましたね。冷たいもんね、まだね、うん。で、もう1個10キロ購入するんですね、毎回。そして、はい、この、ね、ほらこれで作るんですよ。農薬不使用って書いてある、農薬費用って書いてあるんですけど、うん、はい、これ全部でですね1万1000円ぐらいでしたかね、送料込みで1万1000円ぐらいなんですけど、10キロできます、うん、はい。そしてこれは前に、うん、ニトリで買ったんですけど、うん、今朝ちゃんと洗って消毒をしてちゃんと拭きました、うん、これ消毒ね、これ消毒して拭きました、うん、はい。そしてこちらが入れるやつなんですけど、ごめんなさいね、これ容器がねちょっと違うやつなんだけど、うん、これとだ、ね、うん、これ、うん、そうですね、はい、これに入れたいと思います。はい、はい、これも消毒はしてあります。拭いてね、ちゃんと消毒してあります。はい、はい、そして今からやります。はい、ちょっとお茶飲んでいいですか。はい、緊張しております、緊張しております。頑張ってね、映ってるよ、頑張ります。はい、あ、テーブルの上に置く、下でやる、下でいい、下でいい、うん、じゃあ下で、うん、下の方がやりやすい。あ、ほんと、うん、はい、これ開けちゃっていいの。いいよ、いいよ。すいませんね、なんかすごい格好してるけどね、なんかね、はい、いいよ。開く、開く、開く、はい、はい、はい、いいよ。それも開く。これはなんか大豆をもう蒸してあって、そして塩も入ってるそうです。どこ開くの。あ、開かない。じゃあちょっと塩も入ってるそうです。なのでもうこれを混ぜて詰めるだけなんですよ。あ、いい匂いがするね、麹の、うん、すごい麹の匂いがします。もう味噌セットなので出来上がってるみたいですよ。大丈夫。そしたら、はい、これからですね、うん、混ぜてください。あ、うん、混ぜて、あの全部、うん、ほぐして、ほぐして、あ、まずさ、あれだったね、麹を入れてまず麹をほぐすんじゃなかったかな。まあいいよ、どうせほぐすから。ん、ちょっとね、ちょっと今更ながら作り方読んでみますか。今更みたいな、ちょっと待ってくださいね、ちょっとこれ開けてみましょうね。でも麹はもうほぐれてるよ、結構。本当？うん。本当？とですね、味噌の作り方。まあ、ちょっと待ってね。そう。もうね、何回もやってるからってさ、ちょっと調子こいちゃったね。簡単味噌作り。あ、こちらですね。こちら。カビ防止のために、うん、ボウルや容器をアルコール消毒する、うん、しました、うん、はい、そして、うん、ボウルに生麹を入れ塊をほぐします。まずほぐすらしい、うん、生麹だけで本当は、ごめんなさい、うん、一緒に入れちゃった。
で、うん、2に潰し大豆を入れ麹と混ぜ合わせます、うん、粘土をこねるよう力を入れてまんべんなく混ぜ合わせましょう、うん、潰し大豆は塩入りです。塩は必要ありません、うん、耳たぶぐらいの硬さになったら味噌玉を作っていきます、うん、なんか混ぜるとさなんか柔らかくなる、うんうん、もしも硬い場合は湯冷ましを少しずつ加えて調整してください。入れたことないな今まで。大丈夫だと思う、うんうん、混ぜてる。あ、これは頭になるんじゃない。そうだよね、うん、うん、頑張って、うん、混ざってる感じする。するするする、うん、これはなんか袋に入れてますね、この作り方は。こちらね、バブル部分を汚さないように折ってから味噌玉を潰しながら入れ、空気が入らないよう隙間なく手でギュッギュッと押しながら詰めていきましょう、うんうん、ラミジップ内の味噌のない部分や袋の周囲、口の周りを布巾で綺麗に拭き取り、空気が残らないようにギューッと押しつぶしながらジップ部分を締めます。あ、そうやって作るのね。まあ今回はですね、この容器に入れます。これ 5.6 ぐらい入るやつなのかな、この容器が。これはホームセンターで買ってきました。はい、いい感じでなってますか。うん、はい、頑張ってください。これ本当にあの空気が入らないように詰め込むのが大事なんですよ。そうだよね、そこが一番難しい、ね、だからこのバラバラのまま詰め込むと詰め込みにくいので、まず団子にするんだよね。そうだね、団子にして丸い団子いっぱい作って、うん、作りながら入れるんです。そうだ、ね、後からじゃもうダメなんだよね。そう、後から空気をね入れないっていうのが難しいよね、最初入っちゃうとね。私はあの生麹しかから作ったことがないから、その乾燥したね麹この間売ってたじゃん、うん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 、あれから作り方は分かんないんだよね。そうだね、乾燥の麹ってどうやってやるんだろうね、うん、ね、まあね、水であれやるんだと思いますけど、こちらですね、こちら生麹。でもこれ楽だよね、これ本当だってこれ楽なんですよ。これを買ってさ、だって混ぜてさ、これはね玄米麹なんですよね、うん、そう、農薬不使用なので買ってるんですけどね、混ぜて空気を、そう、本当にね混ぜて入れるだけなんですよ、ね、単純に言うとね、そう、これなんかもう塩も入っちゃってるしね、うん、混ぜて入れるだけ。そうだよ、で放置するだけ。そうなんですよ、だから頼んで来たのが昨日ですけど、だからその日かその次の日ぐらいにはこうやってやった方がいいんですよね。できない場合は冷蔵庫とか涼しい場所に入れておかなきゃいけないので、うん、できれば早い方がね届いて、うんということです。今日はね、高見さんお休みだったからね、うん、今日やってるんだよね、うん、よかったね、よかったね、よかったよ、私できないし、ね、なんでできないの、で口レディーズ爪が伸びちゃったらできないよね、困ったことにね。ないよ、今後はこれは俺がやればいいじゃない。そうね、よろしくお願いします、うん、ね、いや、本当にね、うん、うん、ね、そうだよね。これ結構力仕事なんだ。そうなんですよ、これね意外と力仕事で ね、前はね一人で私やってたんですよ、10キロ、うん、大変だったね、うん、うん、これ大変だよ。もういいんじゃない、混ざったでしょ。うん、だいぶもう混ざったでしょね、うん、そしたらね団子にしていくんだ、はい、キュッキュッって、そうそうそう、お上手なおにぎりみたい、違うしねおにぎり作ってるみたいなんで、うん、まあそんな感じですね、ひたすらやるんですけど。これ動画ずっと撮っとくの。え、あ、いや別に一回切っちゃってもいいよ。一回切りますか。はい、頑張ってるまーす頑張ってますか。頑張っているようです、うん、あ、明るくなった、なんか今本当、うん、これ映ってる、これ映ってないよ、まだまだ、あ、これこれこうやってこうやってね団子にしてね置いてって、この空気を入れないように、そうだよね、うん、
うん、まず平らにボールが置けるようにやってみようよ、とりあえず、うん、うん、じゃあとりあえずひたすら取っとくから。この間のお休みの日にですね、私たちあのスーパーに行ったんですけど一緒に、その時にあのマルヒロっていうところに行くとですね、北海道物産展がやっておりましてね北海道物産展にがやってるとすぐ行きたがる人がいるんですよ、ここにね。そして必ず買うのがこちらです、ロイズのチョコレートね、チョコレートポテトチップス、ポテトチップス買っちゃったね、うんうん、大好きで、もう北海道物産展やってると絶対寄って買っちゃうね、うん、まあね、あんまり食べない方がいいですけどね、まあ仕方ないですよね、美味しいですもんね、うん、ちょっとお茶飲もう、うん、美味しい、ね、そうだね、うん、あれ紹介してよ、何プロテイン、あ、プロテインを紹介したいと思います。まあ、高見さん、あんまりね、体大きくないんですけどもね、あの、なぜかプロテイン飲んでるんですよね。大きくなるかと思ってね、飲んでるんですけどね、全然。こちらはですね、ゴークリーンというところから購入しております。自然派、ホテイプロテイン。まあ、これ何がいいかって、材料が多分ね、いいんですよ。ホエイでしょ？あ、ホエイ？私何て言った？ホテイ。ごめんなさい。香料不使用、保存料不使用、合成甘味料不使用、遺伝子組み換え作物不使用ということで、まあいいと思うんですけど、はい、いいよね、それね、中身ね、中身はね、すごくいいんですよ、うん、ね、まあでも筋トレとか別にそんなにやってないもんね、まあね、そんなにできない、あ、そうだ、そうなんですよ、そんなにできないからそんなにやってないんですけど、はい、そしてですね、何を紹介しますか。あ、私ね、この引き出しを紹介します。こちら、じゃーん、これすごく綺麗じゃないですか。これあのビニール袋とラップと ホイルにもあんまり使わないんですよ。ホイルってなんかあんまり良くないらしいんですよね。だから私ホイルを使わないで、ほとんどクッキングシートでいろいろ代用してます。はい、そしてこれが50リットルのゴミ袋と、これが30リットルのゴミ袋。これはあの排水口にあの入れるやつです。ネット。ネット。そうそうそう。これがキッチンペーパーに、こっちもビニール袋にティッシュペーパーです。で、なぜかここに塩と砂糖があります。砂糖はね、ほとんど使わないです、この砂糖は。ほとんど。白くない。これなんか、これなんか砂糖、うん、ラカノじゃない、コク砂糖、砂糖って書いてあったかな、うん、まあ、めったに使わないんですけど、砂糖じゃなくて、うちはあのラカントの、ラカントじゃなくてラカントを手作りするんですよね。はい、そんなものを使っておりますということで、できたから、え、これもう押した方がいいよね、ねえねえ、ダメダメダメ、二重にしちゃダメなんだよ。え、一段できたら、まずもう押していい。あ、まずもうまずこれを、うん、それかそっち全部団子にしなきゃいけないね、まず、うん、それ置けないからまず、うん、そう、1段でいいよ、1段にやって潰してこないと、うん、あ、そう、そうそうそう、なんで気づかなかったの、え、さっきからいろいろ喋ってたから、私はえ、いい、そのまま、そう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 、それで、うんうんうん、これでこう潰していく、そうそう、じゃないとさ端っこいかないじゃん、そうだよね、うん、いい、指で押してね、親指で、そのままだとね、はいはい、端っこいかないからね、はい、わかる？団子と団子の隙間を埋めるのが一番大事。わ、うん、かるよね。わ、うん、かる。うん。ちゃんとやって。だよ、うん、うん。これね、あ、そう、透明じゃないからこれ見えないんですよね。側面が。このもう一つのプラスチックの方でやると空気が入ってるのが見えるんですよ。ああ、なるほど。そう、だからね、前翔太郎とやった時も、うん、翔太郎これ入ってるよ、空気入ってるよっつって怒ったんだけど、うん、そう、押して押してここっつってやったんだけど。見えないからね、そうやってね、押すとね、入んないんだよ、親指で、ね、わかる、端っこは、そうだね、指がやっぱりすごい、そうそうそう、そうでしょ、うん、そうそうなんですよ、ごめんね、細かくて、いえいえ、大事で、大事だよね、うん、ね、入ってく気がするでしょ、うん、そう、皆さんもこうやって頑張ってくださいね、もし手作りする場合はね、これを1回やるだけでですよ、これ、まあ、30分くらい1時間くらいかかりますけど、うん、これを1回やるだけでね、もう1年ほっといたら味噌ができるんですよ、何にもしなくて、
そうだよね、うん、だからねやった方がいい。そうか、その出来上がりのあれはないのか、出来上がったのがこちらです的なのがないのか。いやあるよ向こうに。うん、出来上がったのもあるよ。出来上がってるというか、まあ今発行中のがある。ああそれも見せてあげて、パシャ、これが何ヶ月でこう。前回作ったのは4月だったかなのやつが1個ある。これで1回OK できた。あ、もうなった、うん、うん、でまたこれに、うん、そう乗っけてってことか。うん、そこの繰り返しね。そう、ごめんなさいね、うん、初心者なんだなんか前一回写真だけ撮ったよね、私がやってるのにさ、うん、ちょっと写真だけ撮ってって、なんかインスタかなんかアップするんで撮ってっつってね、ちょっとってお手伝い的な感じで前回やったような気がする。そう、だって全然やってくんないのもん、うん、つむつむばっかりやってて全然休みの日やってくんないのもんね、つむつむばっかりやっててね、そんな人なんですよね。家事やらないんですから全然家事やらない。まあいいけどね、うん、全然ね期待してない。うん、疲れちゃってもね毎日ね、うん、お仕事大変でね。そうだね、うん、ヘトヘトだよ。そうだよね、もういっぱいになっちゃったじゃん、うん、さっき作ってたから。またこれで、そうだからさ、うん、これが全部入るのって思うぐらいの量じゃない。そうだよね、うん、それがね入っちゃうんですよ、綺麗に、びっくりするほどね。あとは何お話ししよう今日ね、うん、なんかある、何話しましょうか。あ、今日はですね、バイク屋さんに行ってきたんですよ、さっきダメいいよね、うん、バイク屋さんに行ったんですよね。あのバイクをちょっと高文さんが購入しようかなということでね。なぜかと言いますと、この挨拶回りでね、あのチラシを渡してるんですけど、もう回ったところとか回れないところとかあるじゃないですか、うん、そこをどうしても一軒一軒やっぱりね全部回るのは無理だから、ね、無理だよね、うん、10万件とかもあんの無理じゃん、一軒一軒ピンポン。そうで、アゲオのメンバーさんたちもやってくれてるんだけど、うんうん、それでも間に合わないかもしれないくらいチラシもいっぱいあるし、うん、ね、だから高見さんバイクを買ってバイクで回るんだよね。そうだね、休みの日はもうひたすらチラシ配って。そうだよね、うん、やんないとこれからね、うん、もう気候のいい時期にやりたいもんね、春一番ね。そうだね、うん、夏になると暑いしさ、うん、春が一番いいよね。そうなんですよね、ね、配りきったら配りきったでね、チラシもさ別にまたね、うん、もう一回なんか違うパターンの作ってもいいし、うん、そうだよね、またねいろいろ、うん、私も本当にねいろんな方の意見を聞くと、あ、いろんな問題があるんだなと思ってね、うん、なんか最近よく思うのは、高齢の方が出てくると本当に耳の聞こえない方が多くて、うん、これどうにかならないかなってね、そのお話もするの。あの補聴器とかはないんですかって言ったら、なんかある方はその片耳がね、なんか聞こえなくなったからそこをちょっと直して、なんか補聴器を作ったんだけど、作ってないのかな、なんかそうたらまた反対の耳も悪くなっちゃったとかいう人がいたんだよね。それでもう耳が悪くてねって、そうで病院、普通のなんか病院行くのも大変だから、その耳鼻科に行かなきゃダメなんだよね、補聴器って。だから耳鼻科に行くことも大変なのよって言ってた。ああ、そうか、あ大変ですねって言ってで、ね、うん、高いんでしょ補聴器。補聴器も高いみたいで、補聴器のなんか補助金制度もあるみたいなんだけど、それでもやっぱり高いんだよねきっとね、自分の耳に合わせて作るって多分ね。だからね、なんであんなに耳が遠くなっちゃうんだろうね。みんながね、みんななんかすごい多いんですよね。ね、うん、なんだろうね。俺もでも昔に比べて耳遠くなった気がする。でも本当？うん。そっか。でもね、いいのはね、そのピンポンしてそのちょっと挨拶回りで回ってるんですって言うと、聞こえないからって言って、あ、もう玄関まで入ってちょっとお話ししてって言って、そうするといろんな話ができる。あ、わかりましたって言って。そう、なんかね、一番最近
思うのもあとはね、そのピンポンするのにさ待ってるじゃん家でね、うん、あその玄関先で待ってるとそこに家主さんが帰ってきちゃうわけよ、うんうんうん、そう家の人が帰ってきてもうすごいびっくりしてえ誰あなたみたいな、ね、いきなり、ね、帰ってきて家の前に知らない人立ってたらそう何ですかとか言われて、うん、あすいませんあの 私ですねって言って、うん、そこから話して事情を説明すると、うん、僕ガラッと変わってあそうなのみたいなその政治活動してるのみたいなそうなんですって言ってそうすごいね、うん、なんかいい感じで仲良くなれたりするから、うんまあ、それはそれでいいかなと思うそうだよね、そう何ないって何売りに来たのみたいなね一応1回だけなんかそのおじさんでなんか、うん、もうなんだろうすごい毛嫌いされた人がいたらもういいよいいよみたいななんか全然話も聞いてくれなくてもう怪しいやつだっていうさ、うん、そう、もう思われたまま終わった人がいたそうもう出て帰ってみたいなもう俺関係ないからみたいなあすいませんって言って、うん、そう何ももう何も言えなかった仕方ないねまあそれもね、まあ、ねそうそうそう分かるうんねまあ一人暮らしとか例えばね絶対自分家にさ、うん、そのなんか誰かが訪ねてくるなんてさそうなんだよ ねそうそうないじゃないそうねなんかねそのよくあるのは宗教か、うん、その保険屋さんかとかだよね、うんうん、あとは訪問する人っていないもんねいない来ることなんてそうなんかね訪問販売なのかなって思っちゃうよね、うん、だから全然違うけどね、うん、そう、うん、だから最初不審に思う人はいっぱいいるけどあの挨拶回りしてるんですって言うともう全然ああそうなのみたいな感じになってくれて、うん、そうまあとりあえずじゃあチラシ見とくわってあとりあえずご覧くださいって言ってそうとりあえずでいいんでご覧くださいって言って渡したりもするけどね、うん、そうそれがいいよねそれでいいんだよねうんそうでですね今あポスターをね今ね考えてるんですよ、うん、ね、うん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 、ポスター考えててやっぱり2連ポスターをしようと思ってですねあの2連ポスターってその私は以外そのなんか街頭演説会の体で作んなきゃいけないんですよねまあ皆さんねあのポスター見てもらうと分かると思うんですけどやるかやらないやらない凱旋だよねきっとみんなねやらない凱旋の日付を歌って、うん、そうそれのまあポスターになってるんですけど2連じゃないとダメでそうで本人と候補予定者は3分の1しか使えないわけですそのポスターの中のねそれで私はあの誰にしようかと思ってでいろいろ調べたんですよすごいいろいろ調べたらなんかあの誰でもいいらしいんですよねそれがだから私言っていいのかなこれ言った方がいいいやそれはお楽しみにしてあお楽しみにしてくれ誰にしたか、ねあ、本当？じゃあお楽しみにしとこうか、うん、そうですね、じゃあ出来上がったら見せようか、うん、はい、まあ私あのデザインとかっていうのはその、なんだろうあれなんですよね、もうみんなと同じが意外と嫌なタイプなのでいろんなのを見ましたよ、2連ポスター、うん、それこそ無所属の方が出てるポスターのいろんなものを調べてそう、あ、こういうのないなって思うのをやってみたいと思います、うん、はいね、そうだね、うん、やっぱインパクトが大事だからねインパクトは大事だしね、うん、でもインパクトって言っても私はその派手なインパクトは嫌なんですよ、うん、派手派手しいのねその自分らしさっていうのがあるじゃないですかあ私のテーマカラーはサーモンピンクなんですよ、うん、私昔からその淡いサーモンピンクが大好きでピンクって言ってもねサーモンピンクなわけですよこれ実はこのね T シャツもピンクなんですけど本当はサーモンピンクを探しててでもなくてじゃないならもう薄いピンクでいいですって言ってこのねピンクになったんだけど本当はサーモンピンクが良くて それでポスターもね優しい色合いになってるよねきっと ねはいなると思います今一生懸命あのまたですねチラシを作ってくれた娘とですね協力して娘がねまたポスターもねやってくれてるんですよ本当にね助かるすごいもうそうもう娘いないと私何にもできないもう娘様々なんですけどでもすごいねいい感じでできそうだよねそうだねうんそうなんですよすっごいいい感じでできると思うんですおおそんなことしてたらもう
なくなりそうです。ん？ね、なくなりそうだけど。なくなりそうだね。なくなったね。なくなった。よかった。うん、じゃあこれだけ仕上げて5キロでやめるか。あ、そうだね。10キロあるので、もう1セットあるんですけど。同じ工程を、ね。同じ工程をやらなきゃいけないけど。はい、もう随分長くなっちゃったから、なんか一人喋りがすごい長くなっちゃったから、うん、はい、本当あれ見せたよね、じゃあ何これをやるとこういう状態に、あ、後でね、後で、うん、でそれでやってよ、まず、あ、まずね、うんうん、やって、うん、ちゃんとやって、うん、いや、もう下がすげえ固まってっから全然平気だ、本当ちゃんと押してくれた、うん、ちゃんとやれてくれた、うん、よかった、私がペラペラ喋ってる間に、うん、もう真空真空？うん、まあそんな感じでねやるんですよ、皆さんぜひですね、これ手作り味噌、皆さんもやってください。味噌セットっていうのがね、きっと売ってると思うんですよ。まあここじゃなくても売ってると思うので、ぜひね、うん、そうだね、売ってるよね、うん、でもめっちゃうまいよね、ここね、美味しい、私前に誰かからもらったこともあるんですけど、なんか、ね、そのね、な、柔らかかったんですよね、なんか水っぽいっていうか、ちょっと柔らかい味噌で、これは柔らかくない、やっぱり手作りに、その蒸した状態にもよるんですかね、味噌をね、うーん、変わるのかもしれないし、なんかもうね、自分が作ったのはね、愛着が湧くしね、そうだね、そうなんですよ、今度は今愛着湧かないじゃん、え、大丈夫で見てるからそんなことはないそんなことはもうね、大丈夫、その味は知ってるからあ、それで面白いのが、これ一気に10キロやるんですけど、うん、最初にやっぱり5キロ開けるじゃないですか、これ1回開けたらもうね、全部出さなきゃいけないんですよ、あ、ちょっとずつ出したりできないんですよ、5キロいっぺんに出さなきゃいけないんですけど、あのジップロックに分けるんですけど、5キロなので大体、なんか腐っちゃうんだよね、もう、もう、もう、そう、使いたいだけこっから取ればいい、すごいよね、それができないっていうのがね、ね、そうだよね、腐っちゃうんだよ、それこそ、だから冷蔵庫に入れるか冷凍庫に入れるか、もう冷やさなきゃいけないの、もう一回開けちゃったら、味噌って、だからジップロックに5個に分けるんですよ、だいたい1キロぐらいずつに分けて、私は冷凍庫の方が空いてるから冷凍庫に入れるんですよ、うん、冷凍庫に入れても味噌って固まらないので、ね、不思議だよね、不思議、カチカチにならないんだよね、ならないんですよ、ちょっとまあ固めにはなりますけど、うん、冷蔵庫より、うん、でも味噌ね、あの冷蔵庫がいっぱいの人は冷凍庫にも保存できるので、そうね、もしね5キロもいらないんだったらね、お裾分け、お裾分けすればね、うん、いいんじゃないでしょうか、どなたかに、そうだね、これ喜ぶよね、うん、みんなね、身内に、例えばね、その親兄弟、うん、ね、そうだね、友達とかにさ、そうだね、うん、ね、私が作った味噌なのって言ってね、うん、私前、あの、うん、あれだよ、元職場の2人の方に教えに行った、その人の家に届くようにして、そう、届くようにして、うんうんうん、じゃあ私がその次の日に行きますんで一緒に作りましょうって言って、一緒に作った、そうだね、懐かしいね、うん、あの人たち今でも続けてんのかな、これ味噌、違う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 、4月に食べられるんで、それを待ってんの、もうまだなんだ、そうだよ、あ、そう、一緒にやったのがいつだったかな、うん、そう、だから4月になったら食べれる状態だと思うよ、そっか、うん、もう4月を楽しみにしてるのよって言われ、そう、前会った時に言われて、うん、あ、4月でしたっけって言って、うん、そうなのよって言って、そう、その前に私あげたんだよ、うんうん、作った味噌を、うん、そう、それが美味しいから私も作りたいって言われて、うん、じゃあ、あの、そう、教えますよって、そうだよね、で、あれ、味噌汁とか飲んだらハマっちゃうよね、うん、うまいもんね、そうだね、そう思ってこう一生懸命頑張ってんの、うん、それはいいね、そうだよね、うん、これ頑張ってればね、うん、美味しい味噌汁がね、うん、絶対うまいから、うん、絶対前からね、うん、味噌大事、そうだね、体にもいいしね、うん、そうですよ、ね、そう、だから違う違う違う、私が言いたかったのは違うんだよ、うん、その5キロと5キロ、うん、開けるでしょ5キロ、うん、そのそのまた色がね変わるんですよ、だから5キロ開けた時はやっぱりその普通に味噌の売ってる感じの色かな多分、うん、ちょっと薄い方の茶色の味噌がよく売ってるじゃないですか、それが最初に開けた時、まあだから10ヶ月ぐらい経ったら出来上がってるんですよ、8ヶ月から最低8ヶ月から10ヶ月の間に1回ぐらい開けるわけですよね、そしてその後5キロがなくなったらだいたい1年
ちょっと過ぎるじゃないですか。そうするともっと黒くなってるわけですよ。もう茶色になってて、また味が違うんですよ。そのね、2通りあるのも楽しいですよね。そうだね。うん。何、味噌持ってくるの？うん、どうなの？え、奥の部屋。入り口入ってすぐ。はい、できたそうです。すごい。ちょっとなんかこぼれてるけどね。これを最後はティッシュでね、こうやって綺麗に拭き取るんですよ。ほら、すごい。そうしないと、あ、2つも持ってきたの？これね、でもね、周りはね、そんな色だけど、うん、中はもっとね、薄いの、うん、4月16っていうのは4月16日 に作ったの。作ったってこと？うん、仕込んだ。あ、どっちも？うん、この色、これ、でも違うじゃん。あ、そうそうそう、でもこれまだ映ってるよ、うん、まだ何ヶ月、これ今1月だからもうちょっとして開けてもいいんだけどね。あと、あ、そっかそっか、今10ヶ月、うん、ちょっとね、これ作るのが早すぎた。まあいっか、いっか、味噌いっぱい食べるもんね。そうそう、あ、全然そうだね、うん、このね、味噌ね、これすごいよね。はい、そうやってね、後々を見込んで作んなきゃいけないわけですよ。なくなっちゃうからね。これをちゃんと取っとかないと、もうこういうところからカビちゃうんですよね。空気に触れたところからカビちゃうので、で、ここ最後に綺麗にラップをするんです。あ、さっきの見なかった？あ、してあったね。うん、ラップを引くんですけど、うん、でもその上の方はちょっとね、カビちゃうんですよ。そのカビ大丈夫って言われたけど、でも私は捨てますけどね、ちょっと上の方のカビはね。うーん、カビもなんか普通に混ぜて食べれちゃうみたいな感じで、なんか言ってた人いたよね、うん、でも捨てちゃう、ね、白カビと黒カビでまた違うのかな、はい。じゃあ、ということで、これで後でラップを引いて終わりたいと思います。はい、はい、ということで、うん、今日は味噌作りのお話と、うん、なんかいろんなお話とさせていただきました。座談会みたいな、座談会、私の勝手な座談会になりました、うん、はい、うん、顔映らず何喋ってんだってね。ひたすら俺の手が映ってた感じ。そうだね、手元が映ってただけ。はい、ということで、ではまた、はい、じゃあもう1回戦この後私はやっていきます。そうだね、頑張ろうね、はい、では次回の動画でお会いしましょう。はい、はい、さようなら。